チャンネル3です。今回はですね、アラフィフの俺はですね、昔ですね、まあ、漠然と、まあ考えていた、まあ、将来は漫画家になりたいっていう、まあ、中学生の頃ね、こう考えたことについて、またちょっと追加のお話をしたいと思います。昔はですね、まあ、俺の頃は、ドクタースランプアラレちゃん、まあ、全盛期で、で、鳥山明先生もね、好きな漫画家の一人だったんですけども、あれはアラレちゃんに書いてあったのが、ちょっと衝撃を受けたことがありまして、その、カラー原稿の時にですね、鳥山先生が、まあ、今ではね、デジタルでね、こう色をね着彩するようになって、まあね、昔からのファンの人にはもっと昔のようにね、まあ、こう戻ってほしいなんていう話がねネットで見かけますけれども、当時ですね、まあ鳥山先生がやってたその着彩の、方法の一つに水性ペン、水性のペンをですね、こういうふうにこすってそれを水で溶かして色を塗るっていうようなことをね、やってた、まあ、そんなにね直感やってたわけではないんでしょうけども、その漫画で、ね、色を塗るときにやってたっていうことを聞いて衝撃を受けまして、そんな方法があるのかっていうねことを衝撃を受けまして、当時ですね、まあ、今全く使わないで、もううちのね部屋の端っこの方に隅っこの方に置かれてましたけども、それでこんだけこういうね水性ペンを買って、これで自分もね色を塗ってみようとも今思ったわけです。だからまあ、水でね溶かすと、まあ、水彩絵の具とかいうような感じでね、まあ、使えるんでしょうけど、そんなことをしなくてもカラー、後はねカラーインクっていうのが、まあ、ありましたけどね、まあ、中高生ぐらいですよね、そんなお金もありませんので、カラーインクなんてね一つ400円ぐらいとか高いのでね、まあ、なるべくその安いやつでということで、俺はこの水性ペンを当時ね、買って、まあ、やろうとしましたけれども、その後にですね、お絵かけの学校行ったので、この水性ペンなんて使わなくなりましたが、まあ、学校の授業ではその、まあ、油性のマジックを使ってねイラストを描くという授業をやりましたので、まあ、その時にねこの水性 の, ペンで塗ったことがちょっとね、まあ、役に立ったような記憶があります。この水性ペンもねいろいろ色が揃ってましてね、このエメラルドグリーンとかね、なんかこういうこの辺の色、マゼンタとかね、まあ、赤紫とかね、この辺の色を塗るのにね、すごい綺麗な色で、ね、ほら、まあ、いわゆるね、まあ、昔で言うような肌色、今で言うね、まあ、薄橙色、ペールオレンジもね、あたりをこう、まあ、2種類用意しまして、基本的なその下地と、それからその影の部分をね、これで塗ろうと思ったんですけど、実際にこれ画面で見て分かる通り、ちょっと濃いんですよ。まあこれでちょっと失敗した感じ、記憶がありますね。はい。で、今の時代は、まあ、もう令和にもなりましたけど、今の令和の時代はまあいい時代で、これはまあまあ、黒ですけれども、こういうコピックが出ましたのでね、先が筆になったりねして、コピックで塗れる時代なんですけど、まあ、アラフィフということで、まあ昭和の時代は、まあ、そんな苦労をしてね、色を塗ったというのはちょっと懐かしいなと思って、今回動画にしました。今はですね、俺は俺の、メインチャンネル、マースケチャンネルの方では、もうお絵かきの学校で習って、もう最強だと思っている画材の一つ、ポスターカラー、それから、色鉛筆、あとたまにそのカラーインクを使ってお絵かきをしていますが、まあ、それが最強だと思ってるんですけれども、よろしかったらメインチャンネル、マースケチャンネルの方にも遊びに来て、まあ、俺がどのようなお絵かきをしているかっていうのを
見ていただければ幸いです。ということでですね、この動画が万が一面白いと思ったら、グッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。